はい、皆さんこんにちは、なおさんチャンネルです。清水直之です。はい、取って出しですね。そうですね、今日ね、現在6月3日この格好してるけど、今日あのジャイアンツのレジェンズシートっていうのがあるのかな、三塁のスタンドのところで、まあ、ジャイアンツ側の OB の方と、まあ、僕ロッテなんで、僕の ロッテの OB で向こうに行って、まあ解説っていうか、うん、まあまあちょっと解説っていうよりはなんかあれだったよ、まあ副音声っぽく喋るみたいな。そう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 、うん、でなんかスタンドにいる人たちのファンの方からの質問にも答えるみたいな、近くにいる人たちがその聞けるんやって、なんかこうついてて、そうそうそう、そんな感じで、5回までですかね。これ5回までなんよ。だから5回終わったら、はい、お疲れ様でしたって言って、もうその階段でもうあの帰らなきゃいけなくて、強制的にあのはいお疲れ様でしたって言ってこう出てきたので、今ここにいます。捕まえてそうそうそう、はい、はい、で言うと今日は先発ピッチャーは金曜日ということで、うん、そう、じゃあ佐々木朗希と、佐々木朗希、はい、まあ内容は、はい、まあ、そうそう、ちょうどだから5回までいて、うん、佐々木朗希5回までで、5回までで、5失点、はいはい、で、投げたの、はい、で横から見てきた、初めて横から見たかも、うん、同じ高さっていうかね、うん、その三塁側から見てるから、うん、まあ一言で言うと今日多分今シーズンワースト悪い内容っていうか、球の質もそうだし、あの今日良くなかったな、前もなんか今日良くなかったなって言ってたやん、うんうん、なんかそうですね、最近ね、そう、なんか調子ちょっと崩してるなって感じするな、うん、なんかでもその前は調子悪くてもゼロで抑えたからナイスピッチングって言ってたけど、うんうん、今日はやっぱり、うん、まあ、点も取られてるし、うんうん、まあ、試合は終わってないのかな、まだ終わってない、終わってない、はい、そうだからちょっと良くなかったなと思います、うんうん、これ調子が悪いって結構162キロ出てますまっすぐね、うん、はい、いやあれ今日多分まっすぐめっちゃいまっすぐって多分1球2球しかないですよ。それはどういうこと、空振り取れないんですよ今日まっすぐで、うん、全部ファウルをするジャイアンツの打線が。それは別に配球とかリードとかってことじゃなく、組み立て方じゃなくて、うん、球質なの。いや今日はね、まあ、そもそもで言うとボールが全部高い、もうボールがめちゃくちゃ高くて、これやっぱマウンド合ってないなって、まず5回から、あ5回じゃ、1回の始まマウンド行きました、うん、ほんで横からローキの5球投げるの見ててもボールがなかなか低くいかない、うんうん、横から見ててね、うん、でもちろんその解説のところやんで、ここにモニターがあってこうやって見ながらとこうやって見ながら見るんやけど、なんか今日なんかマウンド合ってない、なんか どんな感じみたいなんで投げてた5球を見て、今日大丈夫かなと正直思ったんですよ。ほんでまあ案の定やっぱその立ち上がりそんな良くなくて、なんとかゼロでいったけど、立ち上がりだからボールが高いな、まあまだマウンド合ってへんのかなって感じだったっす。それは佐々木朗希投手にとってマウンドがちょっと高すぎたのかとか低すぎたのかとかっていうことなんですか。どうなんやろう、角度かな、うん、まあでも東京ドーム投げてるもんね、オープン戦で、うん、岡本選手にホームラン打たれたけど、うん、で今日ホームラン打たれちゃったね、打たれましたね、初被弾って、はいはい、そう、ちょうどその岡本選手が打席の時ぐらいに、その前田さんと今日解説、あの元ロッテ、中日、ジャイアンツの OB の前田さんと、解説でちょうどその打席の前か、その、うん、入りの球ぐらいの時に、まあ、その前の話もそうだったけど、ホームラン打たれてないんですよなんて話をしてて、で前田さんがぼそっと、やっぱこういう時ってやっぱりそろそろ出るかもねっていう話をちょうどしてた、うん、やっぱボールが高い東京ドームっていうところで、そろそろ出るんだったら今日ぐらいなんじゃないの、打たれるんだなっていう話はちょうどしてた時に、まあ、たまたま岡本選手だったんだけど、もう宇宙間かな、はい、まあ、バックスクリーン近くにそのホームラン打たれたっていう、まあ、あれホープ、外高めのホープいっちゃったけど、うんうんうん、まあ、調子が悪いっていう、なんか崩してるのか、うん、それとも本当今日だけで本当にマウンドが合わなかったのか、今日だけに理由があるのかって感じですよね。うん、いや前回も良くなかったし、でも今日はめちゃくちゃバランスが悪くてシュート回転とかしてたんじゃなくて、やっぱり正直言うと疲れてると思う、うん、
もうちょっとその10日空けて戻ってきてってまた何回か回ってるけど、ちょっと疲れが出てるか、今日見る限りではあやっぱ疲れてるなって感じかな。何試合7試合で登板で、はい、まあいわゆる3ピッチャー先発ピッチャーで言ったら4分の1か、だいたい28試合本当はね、28試合とか26試合、で中6で、144で回るとまあ24試合だから、まあじゃあ24と考えたとしても3分の1に達するとこぐらいかな、7ってね、7試合目8試合目ってね、だからまあ野手で言っても30試合近くで、まあ、約その3分の1とか4分の1差し掛かるところが疲れが出てくるから、まあさすがにロープの疲れが出てるのかなと感じはするかな。なんか今日もすごい今日暑かったかな、蒸し暑かったのすごいこう顔もほてってる感じで、結構早いイニングからこう肩で息してたから、だから、まあ、ずっとピンチやったっていうのもあるけどね。まあ目に見えない疲労がだんだんうわ出てるんじゃない、161キロのストレートを増田陸選手に打たれてますね、だからね、なんかそう佐々木朗希を評価するときにみんなスピードで、やっぱりまっすぐがスピードが出てないから今日ちょっとあかんとか疲れてるっていう、スピードがそのバロメーターじゃないんですよやっぱり。でそれを、まあ、今日も東京ドームでやっぱロケ投げました、パッて161とか162って出るとどうもうわーって湧くわけよ、でもやっぱそこじゃないっていうのはやっぱりあって、ピッチャーってでももちろんその160を超えるその魅力があって素晴らしくてファンの人たちがこうわーってこう湧くものを持ってても、本人はやっぱすごい今日は苦労してた、でも周りはね160に出てるじゃんって、160出るやっぱりっていうところで評価するしたり見方はあるけど、僕はやっぱそういう風には見てない。これはもう前からもそうだし、だから150なんぼでも今日一番良かったボールこれって言っても別に160出てるボールじゃないもん、今日はこのボールが一番良かったって言ってるけど、だから今日160にパチンってね、そのあれも多分増田選手にもパチンセンター前とかにパチンって弾かされてて、まあ、若干引っ張られ気味で打たれてる、ああいう打球ってあんまり見てないから、そう考えるとそれだけのスピードが出ててもそんなにこうバッターとしては嫌じゃなかったのかな、記事にも書かれてるんですけど直球がシュート回転したって、これってシュート回転したって別にいいんですよ、ローキの場合は160近くでシュート回転したらいいけど、やっぱ今日はそのシュート回転も力のない感じのシュート回転というか、まあ、完全ファールにされてて、まっすぐの空振りめっちゃ少ないと思うよ、ほとんど空振りしてないんじゃないかなっていうぐらいと思う、まっすぐに対しては、でもあの僕が今日見てた中であのジャイアンツ打線がもう本当にもう極端に前半一回り目二回り目ぐらいまでは反対方向、誰一人大きいのを引っ張り込んで打とうなんてしてないよ、岡本選手ですらフォークボールを見極めたり早くガーンってこう打ちたい方向に向くんじゃなくて、やっぱりフォークボールを見極めて1打席目その三振したけど内側のフォークボールがちょっと入ってきて、でもやっぱ意識は本当にもうピッチャーから反対方向で引きつけてって、これ丸選手もしてたからね、で外国人もある程度そういった意識っていうものがあった中で、たまたまちょっとヘッドが返ってウォーカーがその1打席目でレフトにツーベースとか、あのポランコがちょっとフォーク引っかかってフェンチョクのホームランかっていうぐらいの当たりの3塁打とかあったけど、基本的にはやっぱ外国人選手は別だったとしてもジャイアンツの打線が徹底的にそういうアプローチをしてきた結果捕まえた、そしてもうほぼほぼノックアウト気味まで、攻略をしていったっていうのはまあ、そこもやっぱすごかったなと思う。でそれだけじゃない、打つだけじゃないもん、やっぱ盗塁もそうだし、やっぱ隙あらばっていう走塁はやっぱ今日多かったよ、ローキも完全に盗まれてたから、盗塁もね、だその辺はバッテリー、若いバッテリーが本当にこれでもかっていうぐらい今日はやられた、本当に言い方悪いけどいい薬やと思うけどね、こういうことがね、でしかもジャイアンツのいいところが全部出た、でローキの悪いところがもう今日はもう結構出た、だ極端になったらやっぱこんなスコアになるんやなって気がしたかな。
まあ、今後も対策を多分されていくんですよね、うん、各チームに、うん、でもやっぱりその思ったのが交流戦に入ってタイガース前回あのマリンで対戦したけどでもやってることは近いよね。やっぱりコンパクトに少し短く持ってじゃないけど、うん、もうあの異次元なピッチャーに対しては思い切ったあのなんていうかな、仕掛けっていうの、あのことができるんだなっていうのはちょっと勉強になった僕。なるほど、うん、やっぱりあのオーソドックスなピッチャーに対してみんなでじゃあこうしようって言ってもいや僕は外国人いいよってなるけど、やっぱ佐々木朗希ぐらい異次元になってくるとこれみんなでやらないと攻略できないぞっていうところに行くんだなって、まあ、まあそれをさせてる佐々木朗希はすごいんだけど、やっぱり、うん、すごいんだけど、あのジャイアンツですらやっぱりこうしていこうっていう、でセ・リーグも完全にその攻略しに行こうってタイガースもやってきて点は取れなかったけど、あのやっぱそういうのがあるんだなって、うんうんうん、リーグとそのセ・リーグ その打ち方っていうか分かんないですけど、うん、まあセリーグパリーグって分けたらあかんな、ね、タイガースがそういう風に取り組んだところでジャイアンツも今回佐々木朗希、うん、カードの頭で、うん、もう絶対あの攻略してやろうっていうのが今日はもうもろに出てたから、うん、まあ、それの攻略だったんじゃないかな。それで言うと佐々木朗希投手は今後やっぱり一回じゃ疲労がちょっと溜まってるんじゃないかなっていう、うんうんうん、これってなんかどう修正していけばいいの。どうするんだろう。でもあこの後ちょっと開くのよね、交流戦が終わったらね、来週横浜戦あるじゃないですか、うんうんうん、これはど清水さんの予想としてはどちら飛ばします。いや普通に行くとは思う行くとは思うけど、今日だって5回で、90球投げてるんじゃないかな。89です ね、はい、うん、だから それで疲労が溜まりましたっていうのはちょっと違うと思うから、今年はローテーションで投げるっていうのがやっぱりテーマになってるし、この6月の頭でちょっと10日空けて帰ってきて3試合ぐらい投げて2試合か、うん、投げてちょっとまた疲労があってなると、まあそれこそその登板間隔空けるっていうよりももう抹消でちょっともっと空けないとあかんぐらい、うん、なるほど、ちょっと何か違和感なのかなって感じはするけど、なんか疲労だけなんやったらやっぱ乗り越えていかなきゃいけないもんだと思うよ、うん、オープン戦でも満塁ホームラン岡本選手打たれている、うん、で今回打者233人目、うん、また岡本選手だったんです、うん、でなんかあるんですか、ができて合うんですか、それとも東京ドームだから、うん、でもこれまでの、ね、230人と、ね、対戦してきて、まあ打たれたのが、まあ、他のねあの球団対戦してない球団ってセ・リーグある、うん、はい、あるけど、まあでも今日に関しては本当に岡本選手の、うん、バッティングが良かったんじゃないですか、うん、反対方向に行って、しかもね調子ホームランはね、うん、もともとねもうホームあの、はい、こうずっとねトップ走ってるから、はい、まあ、率は上がってないにしろ、はい、でもあっちの方向に高めのフォークなんですけど、まあ、ちゃんと打てるっていうのは、まあ、力があるんだなと、うん、まあその1球だけじゃないからね、うん、それ以外もやっぱファウルでカットしたり、うん、ちょっとしっかりとフォークを見極めたりというのがあったんで、その1球だけじゃないけど、まあ、彼も、佐々木朗希っていうものに対して そのイメージは良かった、うんうん、良かった中での2打席目っていう感じだと思うんで、うん、最後には、うん、打者陣も5回までゼロですね。うん、当時は良かったんですか、そういった意味で。良かった、まあでもめちゃくちゃ良かったって感じじゃない、やっぱフォアボールも出るし、そのばらつきもあるから、うん、けどまあずっとね言ってるけど、やっぱりこう怖さがなかなかやっぱマリーンズ打線の怖さっていうのが出てこないよね、そうやっぱり、こんなに打てなかったんですね。打てなかったって、こんなにめちゃくちゃ、それほど打てなかったでしたっけってちょっと思っちゃったんですよ。いやそうなんよ、だから今日もちょっとあの話してて、その松川が高卒1年目でルーキーで開幕スタメンみたいなんでニュースになる、佐々木朗希の完全試合160何キロがニュースになる、他のニュースってあるっていう、マリーンズの。確かに そうなんですよ、この他のニュースってないじゃない。確かに他の選手のニュースがないんですよ。まあ誰々選手が FA 取りますとか、うん、なりますってなるけど、ニュースないから、この2人がいなかったら、まあいなかったって話はおかしいけど、でも
あんまりね、あんまりない、あまりにもないから確かにピッチャーにしても誰々が急成長してなんかこの打者とかっていうのもいないですよね。そうちょっと本当に黄色信号です。そうそうそう、だからこの暗い話とかどうすんの、合わせるの言うてもしゃあないんで、はい、頑張ろう、はい、もう応援するしかない、はい、応援するしかないんで、はい、ちょっとだからこうします。僕オールスター前まで、はい、本当にこう我慢して見続けます。あ、なるほど。もう口チャックじゃないけど、なるほど、うん、あ、なるほどなと、こういう打順ねと、うん、あ、入れ替え、あ、ここ入れ替えねと、そういうのも全部こう見て、うーんと、うん、おーと、で前半がまあオールスターの前までじゃないですか。さあっていうところで、まあちょっとその頃にバッと吐き出そう。はい、一回そこでね、一回清水チェックじゃないですけど、そう、アンサーチェックじゃないですけど、うん、もう終わってないしシーズン中だから、ね、確かに。でもまあ一つ一定のね、オールスターまでっていうところが前半とするならば、うんうん、あれってもう結構後半入ってないけど、うん、そう、みんなオールスター、そうそう、オールスターって言うけど、でもあの辺で一旦ね、うん、例えば防御率だとか、はい、そのまあ打率だとか、はい、いろんな1軍2軍合わせてちょっとざっくりとね評価しましょうよ、うん、でファンの方ももしそのこの中で見てる中でね、いや直さ全然見てないですよ、こういうとこあるじゃないですかみたいな、うん、僕も知りたい、僕も見えてないとこたくさんあると思うんで、うん、なのでそこまでちょっと僕はして見守っていきます、うん、基本的にはだから応援してそのスタイルは変わらないよ、はい、もういやそれ以外ないもんね、うん、応援するしかないもんね、うん、こっちはもう、はい、うん、マイナスなこと言っても仕方ない、はいはい、ポジティブな応援をね、ネガティブな応援じゃなくてポジティブな応援なんで、いい選手がもっともっと、ね、安田みたいにね、いいピッチャー登場もねちょっと打たれたりするけど、ピッチャー頑張ってるピッチャー選手たくさんいるんで、うん、期待してます、はい、はい、